軽解析の料亭である。料亭業態のほか、坂席やレストランの店舗を展開しており、百貨店でも手土産として弁当や和菓子、食品を販売している。高級料亭である高台寺、枠田えのほか、少し価格帯を下げた料亭、室町和久殿、京都駅にある料亭、京都枠田えを展開している。 峰山町時代の旅館は九電1870年、桑村津田英文が丹後の中軍峰山で旅館として創業。峰山は江戸時代から丹後チリ面で栄えており、訪れる商人に宿泊や会合の場として利用され、峰山が誇る老舗旅館として100年以上も続いた。やがてチリ面産業の陰りに伴い、街中の旅館からリニューアルする形で、 山のふもとへと移転した。1982年、中軍峰山町から京都市の高台寺近くに移転し、料亭の高台寺、枠伝えとして新たにスタートした。細工を凝らした、懐石料理を提供する、老舗の料亭が立ち並ぶ中、日本海に面した港に上がった魚や山で採れた、旬の食材も陸送で数時間で、京都に着くという点に着目し、 創業の地である丹後峰山の名物、いろりのかに焼きをはじめとした季節の素材の味を生かした野趣と文化という味を生み出した。料亭という飲食業のほか、本質を変えずに時代に応じて変化していく、不駅流行を方針の一つとし、料亭の味をおもたせとして提供する紫の和久殿を創業。京都だけでなく、各地の百貨店や通販でも、 ワクツタの商品を販売している。創業の地、京丹後の組浜町にて、地域活性事業として、物販商品の工房の開設や、米、野菜や果物などの栽培を行っている。2016年、生産した伊勢光の無農薬米を、京丹後市八坂町の竹の酒造に託し、ワクツタオリジナル酒、丹が誕生する。同年10月1日、室町和久殿で、 京丹後の食材とお酒を楽しむ会、竹の酒造、京都は伝つたえと題した、食事会を開催、竹の酒造の当時、雪町よしきが講和するとともに、丹後はじめとする竹の酒造の酒が提供された。2018年6月には、京都は九電で,でも開催された。ありがとうございます。